さあ始まるよ。せーの、テクテク。はい、じゃじゃーん。今日はウキウキアンパンマンレストランで遊んじゃうよ。はい、中はこんな感じ。なんかね、ほら、カバンみたいになってんだね。で、ここに開けるとこがあって、ここを開けると行くよ。なんかいっぱい出てきそうだな。うわ、散らかってる散らかってる。そしてアンパンマンのこのレストランの看板を、よいしょ、この辺にしっかりつけて、いらっしゃいませ、営業中です。そしてここがなんと台になってるんだね。ガチャー、すごいね。お、電池入ってたかな。あ、電池入れないとダメだね。ここに電池をしっかり入れとこう。このテーブルの下に電池入れるとこはなかなかミソだね。あ、これは単4だね。単4の電池をここに入れて、あ、もう喋り出したね。よし、はい、こんな感じでテーブルになってるね。ここにバイキンマンが早くお料理持ってこいって言ってる感じだね。いっぱい食べそうだね。すごいね、なんかいろいろあるんだけど、まずはね、じゃあこの辺からちょっと片付けていこうかな。まずは、あららら、テーブルの上に立てるコップだね、これ。よくお店とかに行くとね、こういうやつが置いてあるよね。はい、いらっしゃいませ。そしてメニューもあります。うわー、すごいね、本格的なレストランのメニューだね、これは。これはファミリーレストランに行ったら本当にこんなのがありそうだな。はい、じゃあここにちょっと置いとこうかな。そしてほらね、お店の人がよくこれでピッピッピッ、ご注文どうぞってやるやつだね。はい、じゃあちょっとこっちの方から見ていこうかな。まずはね、下にね、こうね、ここ焼くところがまずあるんだね。焼くところがあって、ほら、下に材料とかいろいろ入れておけるんだけど、ちょっとここ一回ちょっと閉めとこうかな。よいしょ。そして、お皿がしまってあって、丼とかね、ほら、これあのお子様ランチとか乗せられそうだね。こんな感じで、でここでね、見えるかな、よいしょよいしょ、ここだね。アンパンマンのところでお料理することができるよ。まずはこのオムライスをお料理してみようか。いくよ、せー、いくよ、せーの。うわー、すごいすごい、うわー、オムライスが焼けてる。よし、できたかな。じゃあこのやつで、熱いからそーっとこれで拾って、で、じゃあオムライスなんで、せっかくなんでこのアンパンマンの楽しそうなプレートに乗せてみようかな。はいはい、できたよ、オムライス。はい、お待ちどうさま。じゃあバイキンマン、どうぞお召し上がれ。すごいね、なんか本格的で楽しいね、これはね。じゃあ他にもね、実はいっぱいあって、ここにね、オーブンとかもあってね、開けるとチーンとか言うんだね。しかもほら見て、子様ランチ、本当のお子様ランチが出てきたぞ。ねえ、美味しそうだね。これはなんだろう、ハンバーグシチューみたいな、なんかめちゃめちゃ美味しそうだな。ちょっとこれをじゃあ乗せて、ほらこんな感じ、美味しそうだね。よし、これもバイキンマンのとこに持っていこう。はい、お待たせしました、どうぞ。バイキンマンいっぱい注文しそうだね。ポテトとかもあるよ、ほらポテトだよ。じゃあポテトはこのお皿に乗せていこうかな。うわー、なんかもう山盛りだね、置けなくなってきたよ。みんな楽しかったかな。はい、こんな美味しそうなデザート、アイスクリームもあるよ。よかったらまた遊んでね。はい、アンパンマンのウキウキレストランでした。まだこれは確か販売してるのでね、よかったら皆さんも買って、もらえたら買ってね、お家にある人はこれで遊んでみてね。うっしし、お腹いっぱい食べるのだ。みんなも食べてるかな。元気100倍になろうね。はい、テクテクの絵描き歌始まるよ。それではペンを準備して、さあみんなも練習して描けるようになってみようか。じゃあ行くよ。お山が二つありました。
お池も二つありました。目玉も二つありました。口をつけたら、テクテクだ。はい、テクテクの出来上がり。はい、今みんなが見ているこの動画の画面にタッチをすると右上にここのところに白いボタンが出てくるからこれを押してみてね。そうすると下のところに楽しい動画がいっぱい出てくるからそれをタッチして次の動画を見てね。じゃあ待ってるよー。